シングっていうのはみんなが見るでしょ。白井義雄っていう昔の人がね、はい、世界のチャンピオンだったんだけど、それが日本を盛り上げたんだけどさ、みんなね、みんなこんな話してんだよ。アクションのね、時代だよね、ヒーローの時代。今は大阪のアメリカでバカって出るけどね、あの頃は試合しかいないんだよ、これしか。でそれをなんか意味なんねえかなっていつも考えてる。何か壁の向こうになんか殴る相手がいるんですか？全然スタイル何もね、もう怨念もね、仕事とかさ、頑張れてなんていうかさ、逃げるとかね、全然ないんだよ。とにかく右から左にぶっ飛ばさなきゃあって、スタイルなんだよ。